可愛い、嬉しい、天才、超可愛い、神、ほんまか、疲れたんこぶ、エアコンが汚れてたら水溜まるの、じゃあ掃除してもらわんとじゃん、じゃあ今私は全世界に私の部屋のエアコンが汚いのがちょっとバレたってこと、そういうこと、ちょっとあれ、そうだよね、外と気温違くて結露してたんだよね、そうだね、結露してただけだよね、全世界に私の部屋が部屋のエアコンが汚いのがバレたわけじゃないよね、結露拗ねちゃってる、そうエアコンが、やばい、本当にさ、本当に昨日の焼肉に続いてさ、あれかもしれん、胃がちっちゃくなってるかも、今さっきお仕事終わって帰ってきて今夜ご飯食べてたんですけど、配信前になんか半分ぐらい食べてからもうきつくなってもう食べれないと思ってさ、なんか入らん、もうお腹なんか入らんのじゃけどと思ってどうしようと思ったけども書き込んでめっちゃもう食べたんですけど、結構半分ぐらい食べて限界くるくるきた、えポジクルで行きたい、でも今日は寝がくるなった、普通に昨日の夜から今日寝がくる、水がポタポタ垂れてたらパイプが詰まってるかもだけど、水滴飛んだだけなら、そうだよ、水滴一瞬飛んだだけ、一瞬飛んだだけ、夏バテかな、まあありがたいけど、全然ありがたい、自然に痩せれるありがたいっていう、前回エアコンを掃除したのは記憶にございます記憶にございます、くるくるさ部屋をさ本当に使わないから、部屋に来るの着替える時か配信する時かぐらいなんですよ、本当に服を取りに来るぐらい、服取りに来る、荷物置くぐらいだから使わないくて、ね、ポジクルなれたらいいな、政治家がほらパパが掃除してくれた、え、なんか私のお父さんなんか最近めっちゃあれなんだけど、なんかめっちゃなんかいろんな免許取り始めてる、なんか、はあ、みたいな、慎吾馬の馬ありがとう、一緒じゃろ、ハートサイさん全ピンク、あ、そうなの、これ実質コンタクトしてないと視力は、ちょっとね視力は記憶ないんだけど、コンタクトはマイナス 2.75 と 2.5、 あんまり使わないから確かにびっくりしたんかな、びっくり、え、勉強もリビングでやっとるっていうか、やっとった、最近勉強することないけあれじゃけ、消える短冊、お兄ちゃん短冊手しぬぐ、あわー嘘だ聞こえしてありがとう、やだけど帰ってくね、希望の書き聞こえしてありがとう、やだけど帰ってくね、寝がくるも取って、あ本当なら、これ短冊意識高すぎくん、どういや短冊資格ゲット、そうなんか船舶免許取ったとか、船舶免許取った、なんかここ最近ここ2、3ヶ月でなんか3つぐらい取ってた、
知らんけど。オノピーターパン会いたい、ケタ会いたい、休みだね、タコハードコンタクトの方がシュークにもいい。そうなの、何が違うの、硬い、硬いやつ、え、ね、2.75 よ。え、ナルドすごい、これ待って、何タワータワータワー、そうなん、綺麗、なんか海外の景色みたいな感じの夜空、なんか景色、え、こういうの好き、景色タワー、ありがとうナルド、嬉しい、ありがとう。あ、ネガティブな日もあるので無理しないで、優しいだけなんですけど、優しすぎる、本当にありがとう。もうまあきっと7月7日にまでには、あのラッキーセブンの日には、日までにはポジティブクルクルなってると信じて、まあ、今日は、まあ、こういう日もあるってことで頑張る。ありがとうナルド、優しいナルド、ありがとう、またお礼するね、ありがとう、本当にタワーいつもありがとう。あ、七夕飾りのタワー、なるほどね、七夕飾りタワー、あ、七夕タワーってこと、そういうことね、ありがとう。キリンジ、短冊、あれだよ、ハート、のりしお、短冊、くしがまし、結婚してありがとう、やら、書いとくね。意外と見えてないの、私の目。で、コンタクトは、コンタクト忘れたらもう終わり、私は。ちょっと、とっちゃんぼや、あわ、うさな、短冊、2級、せん、あ、なんかそうそうそう。チップ、短冊、やっとった、あ、そう、やっとったんよ。あ、名古屋弁近いんだよ、これ。コンタクトワンでくるくる、うさだ、あわ、船舶、食いすぎ、あわ、肉、24、あわ、あ、そう、船舶免許、あとなんかもう一つなんか今度のテストみたいな、日の光、あわ、先日コンタクト使いました、 5.5? おっと、何から 5.5 になった、ヒサ、ハート、日の光、ハート、夏にマリンスポーツしようと思うマリンスポーツのために撮ったんかな、ヤクルクはなんで撮ったんじゃろうとか思ったんじゃけどさ、船舶なんでみたいな、ブレン、ハート、あ、黒目を抑えるから、セトシ、セトシ、うーん、泡、まつげない、やったー、テレテルくん、短冊、電話キープだ、ハート、カーくん、泡、リア、短冊、あ、頑張りすぎ、優しい、つの前、短冊、いつ短冊、まあ願い書いてないね、コンタクトどう、多分変わっとるけど、まあ、一旦ね、今の状態でって感じかな。サイザイハート、出しみたいに。あわ、Y3.50 だから勝った。あ、負けた。あ、負け、あ、負けてる。あ、くるくる勝ちね。あ、良さはくるくる勝ちね。嬉しい目。マックス川島ハート。-6.5。おお、結構。え、コンタクト 2.75 だと視力 0.1 くらいしかない。え、マジ？ちょ、多分それより遅くな、悪くなってるよ、くるくる多分。まだ長すごい、ジェリー26、泡、マックスコシマハート、ヌルポン、なんかジュース、コンタクト11マイナス、やばい、すごい、え、外したらさもう見えん感じ、日常生活そのあれは、ちょ、くるくるまだあれなんかな、リュウ入れました、マミュ単独ディスキリング、何それ、したら泡、マミュ単独今夜こうこうどんや小判、そしたら泡、ヒロクハート、マックスコシモハート、青、会いたい、イズハート、ケール、泡、クルダハナコハート、カツサンド、タンザク、天使のグタルマ、ツカ、タンザク、クトモハート、あ、軽い方なんじゃん、ラガンのお尻の78とか、え、いやそうだよね、いやラガンが、まあそれはもうラガンで過ごせるならラガンが一番ですよ、そんなもちろん。オーピーターパン、飲み物、みかん屋さん、短冊、トーマハート、外したらスマホとの距離5センチくらいにしないと見える、これぐらいか、そうなんだ、大変、もう受験、あ、でも家はさメガネって人多いよね、家はメガネで過ごすって人多いか、そっち系、そっち系、つかハート、テイカ、あわ、最近くるくるもう時たまメガネで過ごす、ミシルボーイ、オンプン、普段コンタクト外してるね、頭痛くなっちゃうから外してるんだけど、
え、この前さ、聞いてくれん、この前さ、私さ、ノールックコンタクト外ししたんだけど、あずみんの舞台終わって広島に帰るってなって、まあ、直行で駅に向かったんですね。新幹線口に向かったからコンタクトを外す時間がなくて、でも新幹線でコンタクト外してないって、それはもうさ、寝れない知らせやん、寝れないやん、そんな来るからコンタクト入ってたら怖くて寝れないので、終わったと思って、で新幹線待ち時間が15分ぐらいあったので、わ今だって思ってノールックコンタクト外しをしました。空中をこうやって見て、こうやってで、くるくるはあのメガネ屋さんでちゃんと教えてもらう、そのもう正規のちゃんとしたやり方でコンタクトをちゃんとこう入れ外しするので、こうやってちょっと恥ずかしい。なんか普通皆さんなんかこんなんでさ、なんか自分でやってるやん、こんな自分のさ入れ方なんか見つけてるやん、くるくるはちゃんとこうやってこうやって目を開いてこうやって外すんですよ。でそれをノールックでした。鏡を見ずに、何も見ずに空中見て、ひってそう、メガネ気ある気ある、土駒短冊、メガネリビングじゃん、してら、あわ家はレンズ大きいメガネ、レン家外はレンズ小さめ、なるほどね、メガネあまり見えないから寝る前くらいまでコンタクト、そうなんだ、もう自分に合ってるコンタクトがあったらもういいよね、それ。ミシェルゴイ結婚してありがとう、やだけど買いとくね、今つけてない、もうコメントはこれぐらいまでいったら見れる、イノセンス短冊ドゥイ、あ、違う違う、ドゥイ、あわ ICL 怖い、ICL 怖い、コンタクト怖すぎて目が良くてよかった、いやほんとそうだよ、いやくるくるもうコンタクト超怖いもんだって、ほんとにホームじゃなくてね、なんかね、ま、なんか待合室みたいな椅子あるじゃん、そこで外した、振り付けコンタクトだけ長いのよ、これでしかできないよね普通に、こうやって教えてもらったんだからさ、このやり方しか知らないよね、コンタクト外すの。なべっち花束、コンタクト外してま、恥ずかしが、恥ずか、しゃべれない。おっか、短冊。入れ方がありますよ、コンタクトちゃんと。こうやってやるんですよ。山高、ハート。え？すごい。まなみ。まなみさん。織姫、彦星。織姫、織姫タワー。織姫熊タワー。ありがとう。え？嬉しい、ビギナー、ビギナー、え、すごい、ありがとうございます。え、ちょっともっと知りたいんですよ、知りたいですよ、え、ありがとうございます、まなみさん、まなみちゃんタワー、ありがとう、これからもくるくるの配信見に来てね、ありがとう、またお礼します、ありがとう、くま織姫タワー、嬉しい、びっくり、ありがとう、え、あれもあれだね、 SNS も登録してない、ありがとうございます、まなみちゃん、おか単独、おろちハート、インズ単独、こんなことレンズはマジ無理なのでメガネ外し、いやくるくるもそうだったんよ、くるくるもそうだったんよ、僕アイドルになってからちょっとやばい、コンタクト入れんといけんって思って、もうメガネだったら踊ったら外れるじゃんと思って、えひろ短冊、時間かからなくなった、これ、そう、こんなこと大変なの、ネタ ね気をつけんといけ、ステラ、あわどういうこと、その新しい付き方はコンタクト業界の陰謀どういうこと、リチャード短冊、まっちゃん、あわ、 OK さん、ハート、リュウヤハート、スピー短冊、ウォッカ、あわ、え、最近ファンになりました、嬉しい、嬉しいです、最近ファン、ありがとう、嬉しさの前、え、もっと好きになってね、ありがとう、これからも好きでいてね、嬉しい、そっからぜひ仲良くしてね、
フジポン、あわ、おっか、あわ。あの、ピーターパン。星。遠征でメガネ忘れると、何とかします。え、やばいね、やばいね。ヤマピー、短冊、コンタクト使うと、世界変わる。コンタクトは慣れれば、ノールックでも入れます。まだ無理じゃ。ノールック外しはできちゃうけど、ノールック入れはできんわ。怖いです。ヤマピー、ハート。くるくる目薬は使ってない。くるくるね、やばいよね、目薬使ってないよ。あった方がいいよね。コンタクト装着液もね、使わんのよ。やばい。ストジロ、短冊使いたい。オノピーターパン、あわ。マックス星もハート。リュウヤ、会いたい。え、くるくる目大きくないんよ。入れ外しね、もうね、一回でできるなったよ。今まではなんかこう入れて入れる、しっかり入れ切るのにまあ10分はかかってたんですけど、最近はもう1回で入る。ラベチ花7月からくるくる一押しで七ライブ始めました。え、ありがとう。あ、でかい声ですいません。ありがとう、嬉しい。もっと好きな点の測りくえ嬉しい嬉しい。このピーターパン、あわ。ステラ、あわ。ヒロ、小判。え、しかも今日さ、普通にさ、昼間なんかお腹痛くなって、やばい、昨日のユッケ来たかとか思った。昨日のユッケ来たわって思ったら大丈夫だったすぐ治った。なんか多分一時的な緊張から来るみたいなやつ。わあ、出たユッケと思ったんよねレーシックはもう怖い。レシックはもうくるくるは本当に目周りが怖くて、本当につい最近までビューラーも怖くてできなかったし、アイラインも未だにできないし、コンタクトも苦手だし、目薬も入れられないんですよ。だから多分目周りを何かされるのが怖くて、なんか恐怖、なんか目ってちょっとなんか怖いじゃないですか。目って何って感じだから、それは怖くて目周り無理。ずっと目開けておくとか無理。私目薬も無理だよ。目薬はここに置いて、ここのくぼみに垂らして、こうやって自力で入れるんですよ。そんぐらい無理なので。明日は NHK の収録、お、お待ちしてます。命の歌楽しみ。緊張、いや緊張するとんちゃん会いたい。お、ヤンさんのメールのクルクル、あ、嬉しい嬉しい。クルクも将来カラコンをプロデュースできるレベルのアイドル。私、え、やってみたい。でもなんかプロデュース系ね、やってみたい。クルクルさ、コンタクトね、あ、ちょっとカラーコンタクトね、いや、なんか一瞬入れてみたい。興味あった時期あったんですよ。でもまだ一回も入れずにすごいここまで来てる人生で。あの、でも中2ぐらいのハロウィンの時に、ハロウィンってさ、やっぱ本通りみんな行くんですよ。まあ仮装まではせんかったけど、みんな服は普通で遊びに行くんですよ、本通りに。その時にみんなまあこうテンションも上がって、まあちょっと調子乗り気味で、そのドンキとかでコンタクト、カラコン買って、その場でね、勢いでみんなそこでつけて行ったりするんですよ。くるくるもう怖くてつけれなかった。アクレンさん、レシックやってきます。アイラインもビューラーも苦手なんよ。かくん、だるま。え、目薬苦手。一生とレシック20年超え。興味あったら何でも聞いて。え、すごい。怖かった？痛い？痛い？熱い系？先端、いや、先端恐怖症ではないんよ。大丈夫。おのまさん、流れ星。え？レシックは目を動かしちゃダメって言われてめっちゃ緊張。え、動かしちゃう。こないてやっちゃう。マリガル可愛い。トトミさん、あわ。コンタクト怖かったよ。まつげパーマとまつげくもしたことない、したことない。え、ゆきれんさん、お会いしたいです。あ、スタイルス、ステラ、あわ。ケール、会いたい。教えて、会いたい。青いと入れました。あ、ガチャガチャブルース、いいじゃん。おしゅいち、飲み物、エクサイジー、短冊、山田か、ハート、ムタン、短冊、
くるくる爪はね、なんかテカテカするやつしか塗ってない。これは地爪の色、ちょっとピンクじゃない？くるくるの爪ピンクなんよね、生まれつき。カラコウインクしようかな。カラコウウインクしたら短冊ヒロハート、サマステ出演しますよ。え、ガーツ検査無理。今顎を外しちゃいました。むったん短冊。え、ね、カラコンしたら顔漏れるって言うよね。マックスカラコンしてもハート。ハロウィンのドンキ周辺は、え、怖い怖いよ。ハロウィンの本撮りのドンキ周辺怖い、来るかも恐怖だったもん。でも昼間に行ったけどね、大体中学生の時は。マルハート、ナベッチハート、カルビンダルマ。今ならアイシールやる？え、痛くないんじゃ。目薬むしろ気持ちよかったりする。慣れすごい。だみんななんかキュッてすぐ入れるよね。でさっき短冊カモカモかわいい。むったんハート、好きになりそう。だってえ、友達がレシック失敗した、失敗があるの。地爪、あ、かわいい、嬉しい。え、綺麗な色、え、やった。何もしてないんだけどね。ほら、なんかついてる。あ、気球見るん大丈夫。目のことでちょっと詳しくは 7月7日待っとるね。ナチュラルカラコンぜひ、え、なんか一回つけてみようかな。人生でも人生経験としてはありだよね。なんだっけ、でもでかい縁のつけすぎたらなんか宇宙人になるって見た。黒田花子お疲れ、テレ結婚してありがとう。嫌だって帰っとくね。カジュピン、あば、マックスコンタク、あ、コンタクじゃない、短冊ボイド短冊、飲み物、ミー。カメコンしたらコンサートでカラコンしてメンバー分かる。あ、ねえ、くるくるもみ、あのカメコンシチュー見ててなんか分かった。先輩とかでなんかそのカメコで、カメコ結構見えるよね写真。え、十分可愛い、優しい、いじくり回さなくてもおもろい。え、なんか泡、お、爪切れ、嬉しい。え、まつげ弱いからアイラインしてみた。今思った、私もここさアイラインしてないのにさ、この毛の密度でさここは黒になってるよね。怖い怖い。テレパンさんカラコンしてなさそうだけど、どうなんだろう。 U 字工事中ハートエレランガ、あわ、確かにある意味本物のアイライン、確かに確かに確かに。まつげにマッチ棒のしたことないね。でも多分乗らないよ。なんでみんな乗るんだろうと思うんじゃけど、クルクル。背が一番かわいい、優しい、ちょっと自然体。クルクルも結構自然好き。デフ会いたい、出ました。お疲れライス、あわー、ね、
マッチ棒見ないよね。お疲れアイス、アワーローズガーデン、アワーイズ、アワーモノピーターパンペンライトの衣装、アワーならない。黒田花子、ハートをつか、あわ、白熊白熊、短冊、短冊る島。明日からか、新紙幣。あ、乗った。えいひろ、飲み物。ビューラー使うよ。あ、離れ声のシワじゃんね、よかった。え、嬉しい、ありがとう。シワ終わりかもね。ヘアピンです。はあ、すごい嬉しい。ヘアピンです。ねちょっと眉毛も使ってない、このヘアピン。くるくるの顔にメイクしてみたい。え、してほしい。アイライン引いてみたい。やばい、くるくるアイライン自分で引けないからお願いしたい。メイク会、特典会、ありあり。くるくるのメイク会。くるくるは背筋を伸ばしてあの座るの得意なので向いてる。いつもこうメイクさんに髪の毛やってもらうときに姿勢いいねって言われる。でもなんか無意識で、あ、すいませんって。アルテル、あわー、ビューラーまつげ。え、クルクルあんま抜けんかもしれん。強いんかな、もうこんが芸人さん。芸人さんですか。え、長い、嬉しい。あ、遠くの話題タンタン、短冊。いや、くるくるそう、困ったらすいませんって言っちゃう。すいませんって。かしこ、短冊。かんちゃん、短冊。くんくん、短冊。かしこ、あわ、そう、せい、うれしい。かんちゃん、あわ、バランスや、やった、嬉しいです。でも最近なんかこのフェイスラインを褒められるんですよ。くるくるは若干ちょっとコンプレックスみたいな感じのとこあったので嬉しいです。ビューラーは日本人のおじさんが発明。そうなんだ、すごい。なんでさ、確かになんでさ、まつげを上げようって思ったんかな。なんでさ、確かに。明日命の歌フェス見に行きます。お、待ってます、待ってます。フォットビューラーはね持ってない。でもたまになんかメイクさんとかに借りる。あ、どうかのはずに当たった、ありがとう。メイク会あったら、確かにメイク会あったらね。ポーコラ、短冊。挟むよね、挟むよね。ヒロ、短冊。かしこ、ハート。あ、外国人の方は自然にまつげ上向いてるんだ。そうなんだ、なるほどね。福ちゃん、レモンさん、とかも、あんなに、あ、待ってる、ありがとう。男からしたらビューラーもこんだけのために怖そうに感じる。いや、怖いよ。くるくるはね、怖かった。くるくるは怖かったよ。こうやってやってたもん。私、惜しい。ビューラー最近は自分でやるようになって、できるようになったんじゃけど、最初はできんかったっけ。メイクさんにやってもらったんよ。ビューラーできないのでお願いしますとか言って、
じゃあ下向いててください、目は閉じないでくださいと言って、こうやってやってたら私勝手に涙、痛いけん泣くとか、その嫌じゃけん泣くとかじゃなくて、勝手に涙出てきて、なんか目の反射かなんかで涙出てきて、え大丈夫ですかみたいなあすいませんみたいな、すいません、なんか涙つって、メイクもいい、優しい。クルクルがファンにメイクするメイク会、クルクル変にしちゃうから大丈夫、今のプリンプリ顔ポスト、え大丈夫、嬉しい。えホットビューラーね、確かにそれは痛くないから、よさげよさげよさげ、まつげにパーマ、くるくるね、もうまばたきをねやめれん、リコタハート。でもそろそろ普通に美容院も行かんといけん、ドライアイじゃないのかな、あはは、松パッ、あ、まつげパーは、あ、まつ、そういうことね、なんかさパーマって聞いたらさ、このうねうねのさ、髪うねうねするやつかと思うやん、だからさ、え、まつげをうねうねする人いるのって思った、普通にだから、くるくる落ち込む時もちゃんと配信して、えらいね、優しいじゃん、嬉しい、マチのロンですわ、明日の命の歌いけないかも、えー、来てほしいよ、来てほしい、そう OK さんハート、藤岡猫にはハート、かんちゃんあわ、え、そうだよね、まつげパーマハテナだよね、ビビビビって、髪も休めだったのに外れた、あーあら、くるくるがいっぱいメールを送ってみんなが暇にならないようにそっか、明日あれか、平日か、宿毛矯正したことない、ハッピーハート、今日お店でくるくるの歌声流れてのを号泣しました、え嬉しい、優先の愛の重さ、くるくるまだ出会えてないんよ、優先どこにいたら出会える、ルルルルルルル、マックスかしもハート、あ、ショール毎日嬉しい、よかった、毎日見に来てくれてありがとう、本当に命のダフェス待ってる、先輩あわー、ルル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 ル、くあ、くるくるさ、ちょっとさ、大人列車歌いたいんよね、大人列車いいんですか、トゥルル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 、今日配信2分遅れたじゃん、それで普通に配信始めようと思って、あの配信始めようと思って、あ、いやちょっとなんか大人列車歌いたいなと思って、コンタクトじゃないコンタクトがもう頭にいっぱい、あの大人列車歌いたいと思ってイヤホンを探す時間2分でした気に入った、普通に行きます、あ誰かな、緊張する、
や、いいですね。いいですね、いいです。あ、パチパチ、ありがとう。クルクが言ったその2番終わりのその感想が好きなの。トゥルル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 ル
ありがとう。ちょっとさ、若干さ、なんかもう一回だってやばい、おもろいすぐのすぐのアンコール。あ、いちいちかわいい、優しい、そんなに素晴らしい、優しい。 Do you know Indonesian? Yeah, I know, I know。 なんだっけ、なんかさ、にれないよ、悲しいだけ。若干さ、そんなこともないか。わからんけどさ、なんか卒業公演で歌ってもなんか変じゃないみたいな、いいんじゃない思って。グリーンフラッシュのカップリング、あ、そうなんじゃ、そうなんじゃね、そう普通に普通にあの、このこれ歌いたくてちょっと2分使ってイヤホン感想を延長したバージョンを、そうなんじゃ、感想のダンスで腰を引っ張るように上げるとこ、そんなあるんじゃ、ちょっと見てみよう、見てみるよ。ハマった、結構ガチでハマった。いや、くるくる本当にハマってもうありえないぐらい聞いて、聞かなくなって、でまたふと耳にした時にハマってを繰り返すタイプの人なんですよ。アンコールって言ってるアンコールって言ってる、あ、嬉しい。モモテツアーの2曲目がサーヤンさんセンターの大人し、あ、サーヤンさんセンターだったんだ、そう、大人列車やったんだってヤンさん言ってるのを聞いたんですよ。ノブロブイハート、え、わかる、わかるよね、もうめっちゃ聞くよ、もう一日にな50回かな、もう何回かなってぐらい聞いて、それがまあ1週間1ヶ月、長くて1ヶ月、短くて1週間とかぐらい続いて、で一気に聞かなくなるんですよ。でふと聞いた時にまたハマるんですよ。来るだ、なんかハッタン、寝しやすく冷めやすい、どうなんじゃろう、あー、でも、でもそっち系な気がする。熱しやすく冷めやすいけどまた熱すみたいな。HKT さんのコンサート参考、MC とかもね。マックス少しもハート。期間と時間時期あるよね。さやさんと映画行ったよ。おいハンサム見たよ。おいハンサム。ひょっとして興味持ったらめちゃくちゃ調べる人、くるくる、もうくるくるはもう興味持ったらもうなんかそれしか見えないぐらい、それしか見えないぐらいなってめっちゃ見て調べる。くるくるだからね、あんまね続かんのんよね、好きな好きなこと趣味とか。あ、サムレまだ好きですよ、あのサッカー観戦まだ好き、大丈夫大丈夫、もうもう冷めまだ冷めてないんです、大丈夫、まだとか言ってまだもあれもない、あ、冷めてないので大丈夫です。ダゾーンでも見たんで、宮脇さくらさんのソロ曲、お、彼女おっき聞いてみる、鈴鹿短冊、あ、そうなんだ、吉田幸太郎さんみたいなお父さん言ったら、え、楽しそう、あ、そういうことね、みんな呼んだ呼んだって言うけさ、何のことじゃろうって思ったらさ、おいハンサムで
何の話な、呼んだってあれ、くるくるなんか見ないのは呼んだっけとか思ったら、おいハンサムでねコメントするの、おもろいおもろい、呼びました呼びました呼びました。 HKT の話題振ったらさやさんめっちゃ早口で、確かに今度やさんハッピーハート、まさか結婚してありがとう、やだけど増えたかね、ハンサムっていうか思ってますよ。弁当ハート、え、切ないリプライ OK でます、チェインオブラブ聞いてみます、すごい英語のタイトルなんか珍しい、出てくる若さとは武器、ねえねえニキビできたかも、え悲しい、うーん、およよよ、うん、お疲れ様、え、青春時計好きだよ、おい美少女、あ、私のことかなっていうふうに、私のことかな、お、おい笑える、おい笑える、おにぎりの具何が好き、ああ、私の好きなおにぎりの具はからし明太子です、さっきくるくるメール入った、え嬉しい、ありがとう、明日もいっぱい送るよ、ありがとう、おい天使、あ私のことが、あそうなのね、からし明太子好きなんだね、そうです、あ何好きですか、なんで好きなの、あちょっとあの辛い感じの明太子が刺激になって好きです、どうやだるま、コジー飲み物、ハッピーハート、明太子、お、う、梅が好きです、あいいね、梅が好きな、いい、いいね、お、王道だね明日2階席でクルチャンペライト振りますか、お嬉しい、ブー回しブー回して楽しみ、ありがとう、緊張おるやね、梅干しね、美味しいよね、一周回って明太子パスタ、いや明太子パスタも美味しいよね、まいちゃん、あわこじ、あわふうくん結婚してありがとう、やだけどそういう時ね、あ鷹のおにぎりいいね、ツナメが好きです、ああんま食べないです確かにくるくるはツナマヨはあんまり食べないです、食べないです、食べたことないかも、昆布、あ美味しいですよね、イクラは好き、あイクラも、イクラはいくらとか言いたくなりますね、梅干しにもいろんな種類あるけどどれ系でも甘い系ってよりは、甘い系よりはザ酸っぱい系のお好きかもしれん、え、どういう、え、どういう種類があるっけ、王道の王道の梅干しが好きかも、天むすもあんま食べたことないかも、あ、くるちゃん食べた、あお高いですよえ、山屋が明太子食べ放題な、ちょっとそれはくるくるへの、これはもうくるくるを呼んでる、炙りたらこね、美味しいよね、梅は梅、面白い王道は王道好む、そういうことなんですよ、マスは食べますか、マスって何、マスって何ざますか、なんかめっちゃうーって聞こえるから大丈夫、高菜も食べ放題、山屋さんすごいね、山屋さん、
NMB 9期生さんならおにぎりの具で1時間くらい盛り上がる。いいな、それはそれはいいな、羨ましいな。お、冴えてる、優しいです。あ、某駅に七夕の短冊あったんだけど、大好きなクルクルともっと会いたいね。え、かわいい、嬉しい。某駅ってどこの駅にあるの？そんなあるんじゃ、すごい。さあ問題です。サーモン赤身でしょうか白身でしょうか。ダジャレです。あ、さあ問題です。ちょっとガチで答えようとしたじゃん、クイズに。クイズガチで答えようとしたんだけど、サーモンは赤身で、赤身だと思うんですけど、それだと、まあ、クイズにならないので、あなたの心を読んで白身かなとか言うとしたら、もう普通にあのダジャレだったね。これいくらいくらでも食べれる。まあ確かに突っ込んで、わざと突っ込まない。朝ラーメンしたら優先で愛の重さのめて、わっ、いいね、いい朝。うん、あ、山口の駅にあるんじゃ。うん、すごい、いいね。マジにするとサーモン白身。え、じゃあくるくるのさ空気読んだのすごくない？問題どう見てもさ、見た目はさ赤身だからさ、みんな赤身って答えるやん。オレンジか、色赤身って答えるやん。でもやっぱ裏を書いていきたい、出題者の裏を書いていく。白身、くるくる正解してたじゃん。ちょっとちょっと、さすがの推理力ありがとうございます。探偵いけちゃうこれ。メタ視点で、え、嬉しい、なんかちょっと頭良くなった気分。このハマチはいくら、ハウマッチ、え、餌でエビとか食べるから赤いの、え、ちょっとなんかやだー、食べて色変わっちゃうんだ、餌を食べて。メイタって来るんですよ。フラミンゴの色も餌の色、あとピンク。フラミンゴ何食べたん、リンゴ、ピンク、何食べたん、フラミンゴ。イカを食べてイカしてるね。雪女もコーヒーのお茶色な。かわいいかわいい。今日もお勉強ね、くるくるもお勉強になる。豆腐を食べたら俺たちは白くなる。そうじゃん、じゃけさ、白くこう白くなりたかったら豆腐とか牛乳とか食べて、まあちょっと発酵、黄色く発酵したかったらたくあんとかいっぱい食べて、くるくる明太子ばかり食べてさ赤くなるよ。クルクル結構食べてる。今日も、今日の夜ご飯もキムチ、豚キムチだったからキムチも食べたし、昨日もなんていっぱいお肉食べたからお肉食べたし、明太子も食べたし、やばいじゃん、クルクル赤くなっちゃう。白米ばかり食べても白色にはならないか。ダメか。でもクルクルは今日白米じゃなくて麦ご飯でした。夜ご飯鮭、鮭か。みかん食べたら黄色くなる、え、なるよね、え、みかん食べたら黄色くなるよね、それはそれはさ本当だよね。クルクル手黄色くなる、手が、え、ビタミン C を摂取すると白くなるの。卵の殻も餌で、ああれもそうなんだ。発酵した、草に染まれた。一緒に発酵しよう。え、山屋は駅、広島駅、駅にもある。え、行ってみよう。
まあ、あの女今日は起きたら顔がムクムクだったんよ。ショックルクル。でもまあ今日はまあ特に顔面は使っていないのでいいとしよう。山山のもつ鍋美味しそう。美味しそう。そう、幸せのむくみだからね。小学生男子みたいなことしちゃった。ちょっと。ジュクシ。輝いてるからいつもでも見つける。嬉しい。もっと輝いちゃいます。皆さんの愛でもっと輝いちゃいます。あ、今日も充電がもうやばいわ。あ、今日も可愛いです。優しい。キャワタン。小学生男子はそう、効果音使い方してるから、ジュクシッ、ジャーンって、なんか時々あずみんとかにそのちょっかいかけるときはジュクシッとかやったりする。ジャーン、ジャーンみたいな。それではそろそろスクショタイムをしたいと思います。明日は命の歌、命ポーズ。短冊を書くくるくる。あ、7月6の詳細はね、そうだそうだ、なんか多分公式からね、あれ明日メールに書きます。メールと載せたら X にも載せるので。7月6よね。 5?6 か。コンタクト入れるポーズやばい。こんなんでいいの。怖く、もう嫌いにならないでね今の顔。愛の重さポーズ。真顔。命。多分ね、明日の髪型わかんないけど、多分 MV の時のってなりそう。あ、違う、うん、ダンスプラクティスか。それでは、告知タイムだと、あ、絶対嫌いで優しい。嬉しい。告知タイムは明日は、あ、でも観覧なので放送はまだなんですけど、公開収録命の歌あります。あとぜひ放送されるとき皆さんぜひ見てください。嬉しいです。今週の土曜日ぐらい、までが、浴衣のグッズのネット受注販売がその日までので、ぜひお忘れなくお願いします。あ、 TIM してるとか。35歳、え、合ってた、命合ってた、嬉しい。嬉しい、合ってた、嬉しい。それでは、あ、放送日は7月19です、ありがとうくらいかな。それでは壇上13位ケイちゃん、ありがとう。12位ステラ、ありがとう。11位トマトポ、ありがとう。10位クルリンパ、ありがとう。9位ヨシーゾンビ、ありがとう。8位青、ありがとう。7位デフ、ありがとう。6位福ちゃん、ありがとう。5位シンゴ、ありがとう。4位キュエル、ありがとう。3位オノピーターパン、ありがとう。そして2位はドゥルルパン、ナルド、ありがとう。短冊の
短冊タワーありがとう、あ短冊じゃない短冊の建物タワーありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、まなみありがとう、まなみちゃんありがとう、嬉しい。初タワーよね、あってるよね、ありがとう本当に。くる最近くるくる好きになってくれてありがとう、もっと好きでいてね、ありがとう、明日もぜひ見に来てね。それではネガティブくるだったんですけど、まあ、ちょっとポジティブになりました。それでは明日も頑張りましょう。お仮面だから OK、 おやすみとぼる、イエイエイエイ。